はいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第27弾やっていきましょうということで今回はねこの問題やっていきますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解説やっていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。 では解説用に画面下げますのでお待ちください。ちょっと下げます。いくよ。よっほ、ん？違う。この辺か。よし、行くか。で、今回まあ図形問題はね、あの多く中高校受験であれば多く出るとこなんですけど、三平方の定理っていうのを今回もがっつり使います。 ただ三平方の定理ですね、まあ中3の後半でね、勉強するところが多いので、まあ見てる時期がね、皆さんの何月に見てくれてるかわからないんですけど、もし三平方の定理まだちょっと知らないと、やってなかったりとか、あ、なんだっけ三平方、みたいな。 感じの方は概要欄に、あと,あと動画の右上のビックリマークか下の概要欄にリンク貼っておきます。で、全部シリーズ見る必要ありません。最初の今2本ね、概要欄に貼っておきますけど、その2本の基礎の部分だけやってもらえれば大丈夫なので、よかったらチェックしてから見てみてください。では、今回立方体ですね、こいつ。まあ、立方体サイコロみたいなね、全部の辺の長さが同じ立方体があって、まあ、4センチです、1辺が。その時に、えっ、ー、と、Q と R。 こいつら中点ですね。なので、まあ、4の半分だから、ここは22になってると。ここも22ですね。中点で点を打ってあります。で、まず1番が、辺 A、G。ここです。A から G ですね。で、これもね、三辺法の定理の空間図形、こんなちっちゃくなくていいな。空間図形のところで勉強するんですけど、みんな対角線っていう言葉、聞いたことあると思います。対角線。で、対角線で、 よく出てくるのはリ、えーと、空間図形ではなくて平面図形です。こういう長方形とか正方形みたいな感じだと対角線って、ここになりますよねで。実は空間図形、こういう立方体とかあのティッシュ箱みたいな直方体とか、ああいうのにも対角線ってちゃんとあって、例えばね、まあ、こうやって今ちょっと立方体ちっちゃく書きますけど、 こうなった時に今 AG ってこことこの奥のここを繋いでるここなのねちょっと点線じゃなくて実線で引きますけどこここれ対角線って言います空間図形の立方体のねでその対角線は求めろって言われてるんですがこれ実は公式があってでそれを使って解いていきますでそれが今対角線 AG ありますよねその対角線の二乗 でちょっとこの書き方ねあの文字のね AG の2乗みたいなのがあんまりしっくりこない中学生も多いと思うので今回 AG を X って置いて解いていきます多分こっちの方が見やすいと思うんでこれ AG ね X の2乗でそれどう求めるかっていうと立方体、まあ、直方体でも立方体でも縦横高さってあるじゃないですか縦横高さです。 で、今回立方体全部同じ4センチなので、縦も横も高さも4センチなんですが、それを、縦横高さを2乗します、全部。2乗する。だから、4なんで、縦の2乗、4の2乗で16、足す横の2乗、足す高さの2乗ってこうやるんです。で、あとこれ解いたら終わり。え、これで終わりです。で、x2 乗、まあ16、まぁ、あ、48ですね。 で、これ、二次方程式でやりました。この二乗を取りたいんです。答えは、x イコール、まあ、ag イコールにしたいので、二乗を取る代わりに、右辺に何がくっつくかっていうと、プラスマイナスルートがつきます。ちゃんとやるならね。いや、長さだからさ、マイナスいらないっしょって分かる方は別に取っちゃっていいんだけど、ちゃんと二次方程式解くんだったら、プラスマイナスルートをつく、えっと、つけると。で、ルート48ですね。48は、まあ16、16かける3です。 48ってで、16っていうのは、4の2乗、つまりはこうなってるわけ。ね。で、2乗がついたものは外に出せるので、プラスマイナス4ルート3となる。ただしさっき口でね、ちょっと説明しましたけど、今な出したいのは AG です。AG は辺の長さです。辺の長さにマイナスはありえないので、だから答えの欄にはプラスの、この4ルート3だけを書いてもらえれば、正解になりますよと。 れで終了とななりますいいかなでですねじゃ3番がちょっと板書を使うので使うというかちょっと場所をね確保したいんで消しますね今のでは2番いきましょう APP、まあ、がね今ちょこには書いてないんですけど BF この上にどっか P がいるんです P がいるでその時に AP 足す PG の長さを最も短くした時 その AP たす PG の長さを求めなさいと。まあこの最も短いっていうのはね、よく出てきます。最短とかね。で、何やってるかっていうと、まあ、P がどっかにあるんよ。まあちょっとこの辺とかにしとこうか。ちょっと後で消しちゃうけど。P ね。あった時に、外側を AP、そして右側の PG って線を引くのね。それが一番短くなってほしいの。最も短いって。で、これどうやるかっていうと、空間図形、このね、 立体の状態だと勝負がしにくいので、こっから平面図形に変えていくんです。話を。話を切り替えちゃうの。平面に。で、どう切り替えるかっていうと、今 AP と PG が通ってるのって、手前の面と右の面。その2つしか使ってないじゃんか。だから、そこだけ書き出すんです。 で、これをさ、展開図って言って広げた時のイメージをしてほしいんだけど、手前のこれ正方形ね。全部長さ一緒だから。で、もちろん右も正方形です。それを2枚こう折り曲がったのをヒュッてやってるか、やってくる感じ、こうやって。そうすると、正方形が横に2枚綺麗に並んでる形になりますよね。ここが AE。ちょっとあ、当てようか。A でしょ ここね、AE でここに BF があるから BF で右側の CG ですこうなってるで P がこの BF 上のどっかにあって AP+PG すにしたいわけよで最も短い時ってどんな時っていうとこれは A かから G に向かって直線を引いた時ですそれのここぶつかったここちょっと今ど真ん中になれちゃったけど ここが P になります。あ、ど真ん中なるか、今回はね。ここが P になるわけ。だって、もしこれ違うルート上行って、下に下がってくるとかなっちゃうと、その分ちょっと余計に行ってるわけぜ。一番短くなるのって絶対直線の時だから。だから、空間図形から平面図形に話を変えて、直線を引いたところが P ですよ、と。 で、今求めたいのは AP たす PG です。つまり今引いたこの青の長さを出したいんです。ここ。ちょっと XX で申し訳ないけど、また X 使います。ここ X で置きましょう。じゃあ、そこの長さどうやって出すのかなって考えると、最初に話した三平方の定に話が戻るわけです。まあ、一番も三平方を使ってるんですけどね。で、ここ、当然直角になってます。これ正方形だからね。で、ここの三角形見れば直角三角形になってると。 で、斜辺の長さ出したいと。しかも、ここの長さも、ここの長さも分かってる。なぜなら、一辺4センチだから4。4が2つだから8と分かる。じゃあ、三平方の定理をね、もうそのまま使って、斜辺、斜めの部分ね。x の2乗、イコール、縦の、まあ、どっちでも先でもいいんだけどね。縦の2乗足す、横の2乗しましょうと。 で、足すと80です。で、さっきと同じだね。2乗を外す代わりに、ちゃんとやると、プラスマイナスルートをつけるから、プラスマイナスルート80になりますと。で、ルート80が、えっ、ー、と、16かける5か。こうだね。16は4の2乗だから、4が出てきます。つまり、えっ、ー、と、4、ルート5。で、こっちもまたね、AG も長さのことだから、マイナスは必要ないので、 答えの欄には4ルート5だけを書いておいてください。こんな感じで解いてみてください。では、最後行きましょう。まあ、ここ難しいですね。まあ、3番は難しいです。難しいというか、この中ではね、ちょっと厄介なんですけど、AQR を通る平面でこの立体を切ったとき、切り口の図形の面積を求めなさいと。AQR なので、 9まで引いてここで切った時こうやってスパンってねスパンって切った時の切り口の図形を面積を求めなさいとで自分はですねこれ解いた時に一回間違ったというか最初ね違うことやってたんですよ何やってたかってこの三角形 AQR の面積出そうとしたんだよね。やっててうんなんか違えなと思ったらそう切り口の図形つまり切り口なので切ったらさもっと広いよね。 そうでどう切れるかっていうところがまず想像できるかが大事なんだけど切り口の答えいきますこれはここ引いてあちょっと曲がったなここ引いて実践にしちゃいますこここれが切り口ですこのこれ台形になってるんですけど台形 AQRC これが切り口になってますまずこれれに気気けけるかかどうか気づければあ この台形の面積求めればいいんだねとなるんですけど、まずここが第一段階。で、なんでね、切り口がこの台形になるかっていうと、今、この三角形 AQR でスパンって切ったとき、もちろんこの右側も切り口ができるじゃん。スパンって切ってるから。まあ切ったところ想像する人があるんだけど、ね、この QR っていうこの辺と平行な辺の部分に切り口ができるわけ。 スパンって切った時に、下の部分と上の部分が平行じゃないことありえないじゃん。これ、ちょっと下の部分がこの斜めなのに、んみんな分かりにくいけど、こっちで行こうか。下の切り口がこの、こ,このぐらいの斜めなのに、こっちがこういう切り口になるわけないよね。スパンって切ったのに。だから、これと平行な線を A から引いてみようと。そうしたら、下の三角形って、ここね。ちょっとここの三角形見てほしいんだけど、2センチ2センチ。まあ直角二等辺三角形になってるんだよね。 直角二等辺三角形。同じ長さなの。2、2って。それを大きく考えたときに、ここ、4、4の二等辺三角形。つまり、これが、相似の関係で切ってくんないと、ありえないと。で、相似の方に線を引いていくと、ちょうど AC になるよね。っていう。まあ、これをね、ビッグライトで大きくしていったらさ、ドラえもんね。この AC になっていくので、まあ、この切り口になる。っていうことは、まず一段階。じゃあ、これが台形だから、こことここ平行だからね。 台形だかからじじゃゃあ求めに行こううって思うじゃんかでそこで求められるかが第2段階になるんだけどまずちょっと復習でねあの公式忘れられるランキング第1位か第2位ですね台形かひし形だと思ってるんですけど公式忘れられるの台形の公式確認しておきましょう。かっこ上底プラス閉じける 高さ、えー、割るに、もしくはかける二分の1ですね。これが公式です。つまり、上底と、下底と、高さが分かれば求められるわけよ。じゃあ、この3つを出したいと。じゃあ、上底どこかっていうと、まずここです。あ、どっちでもいいんだけどね。ちょっと短い方上底にしたいので、こっち上底にします。自分はね。じゃあ、ここの長さいくつかなって考えると、さっきの部分です。ここ、三角形が直角三角形になってる。ちょっと出しましょうか。直角三角形。 あ、こ、ま、れ、あ、直角二等辺三角形だ。になってる。ここ直角だからね。で、2、2になってて、ここがわからないわけよ。まあ、X にまたしようか。で、さっきと同じで、直角三角形になってるから二、二とえっ、ー、と、三辺方の定理、使ってもらっても構わないんですが、えー、三辺方の定理ってところで習う。三角定規なんだよね、これね。三角定規と同じ形になってる。45度、45度、90度になってるので、比が、1対1対ルート2になると。 三角定規で決まって決まるんよね1対1対ルート2もしくは細長いやつは1対2対ルート3なんですけどで分かるので、まあ、どこでもいいや1とこの右側とここ行こうか1対ルート2でしょ1対ルート1対ルート2イコール2対 x ってやるとの比例式が比の式ができますとで比の式は外外中中で掛け算するから外外で掛け算すると x。 で、イコール中中でやると 2√2。つまり、ここの部分求めたかった。条程は 2√2。ということが分かりました。まず1つあもちろんね。これ1対 √2。なんでこいつのルート2倍するから 2√2 ってやってもいいんだよ。全然ね。比例式で求める必要はないんだけど。まず1個目で上です。で上もここね。これ仮定ここを出したいんですけど。 これも、ここの三角形見ましょう。同じ直角三角形です。それが、えー、ここが4、4になっただけです、さっき。なっただけ。つまり、2倍になるってわかるから、こいつの2倍すればいいやで4、4ルートに。って気づければやってほしいし、わかんなかったら、4と4。でも同じね、直角二等円三角形になってるので、1対ルートには、4対 x ってやれば、中、中、外、外やれば、 エクサ4 2だからねつまり仮定は4ルート2と分かります。こうやって。で問題が高さなんですよ。高さ。ちょっと色変えますここは。え高さはどこかっていうとまあどっちでも構わないんですが R から垂直に下ろしたここです。で意図的にちょっとこっちも下ろしておきます。えどっちの長さも同じです。 だからどっち出しても構わないんですけど、さあ、それを出しに行こうと。で、この時に発想の仕方は、まあ、いろいろあると思うんですよね。で、自分はやっぱり、この図形見た時に、三平方の定理をいっぱい使っていくし、垂線を下ろしたわけよ。高さを求めたいから。垂線を下ろしたってことは、直角ができてる。直角ができてるってことは、ここに三、直角三角形ができるから、ああ、じゃあその直角三角形で三平方の定理で求められないかなと考えるわけです。 じゃあ、ここを R、ここなんか P、P って使ってたっけあ、P で使ったな。RQ、まあ S とかにしようか。じゃ S って置きますね。で、この三角形ちょっと攻めたいわけです。ここを。攻めていきたいと。で、その時どう考えるかっていうと、まあ、辺の長さが欲しいわけよ。ここはわかんないから、また X にしちゃうけどね。X に置いておく。で、ここの長さとここの長さが分かれば、二つの辺の長さが分かれば三平方で絶対解けると、この X は。で、それは高さが出るから、これも倒せると。 じゃあこの2個何度か出しにいこうって考えるじゃあまず右からですここここはこの辺見た時に今こっちのね青の直角三角形で考えましたけど親と違う直角三角形で行ったらいいじゃねえかってことで右側ですここだってここも直角だからね空間図形になってると直角見えにくくなるんだけどだってここ正方形だからもともと直角になってるよってことでこれをちょっと出しましょうこっちに細長い感じでね まあ意図的にこうやっておきましょう。こう。で、えー、斜めの部分、出したいので、ここ、ま、あ丸だった。まあ、y にしとこうかじゃあ。こっちはね。まるで y のところ、ここ。で、下の辺の長さは、ここ中点で最初2って分かってるから2なわけよ。で、高さじゃねえや。cg の部分は、普通にもともとの1辺だから4って分かります。ってことは、斜辺の2乗イコール2の2乗足す4の2乗16。 ってなるので、20です。ちょっと幅がないんで、こうしちゃいます。で、2乗を取る代わりに、取る代わりにね、プラスマイナスルートがつく。で、まあまあもう長さだからマイナス取ります。だから、ルート20になる。で、ルート20っていうのは 4×5 です。4っていうのは2の2乗なので2が出てくる。ルート20っていうのは直すと2ルート5。つまり、欲しかったここは2ルート5と分かりました。あとは上です。ここ SC ですね。ここが欲しい。 でこれはですねあ気づくかどうかって部分もあると思います他のアプローチもあるかもしれないんですがこれでこっちの三角形ありますよねこっちこれさここも2ルート5なんですよ実はなぜならここ 2cm4cm 斜めなってるから同じなんだよね全く全く同じってことはこの台形どういう形になってるかっていうとあの空間図形の中で書くとね分かりにくいんですけど 上が4ルート2でしょう。下が2ルート2でしょう。で、ここ2ルート5。2ルート5だから、真ん中で引いたら線対称なの。綺麗な斜めが同じになってる。台形になってる。実は。ちょっと自分の図形が汚いんでちょっと見えないけど。ってことはよ。ここ今、2本、線引きましたけど、こうやって。 高さ出したくてね、こう引いてきましたけど、この右の三角形と左の三角形そうあ、合同なんです。全く同じ形になります。だって斜辺が同じ、ここの一辺も同じだから。いいってことは、この真ん中の部分って、下が2ルート2だったら上も2ルート2なんだよ。でもともと全部で4ルート2だから、4ルート2からこの青の部分を引いたら2、2ルート2が残ってるわけ。4ルート2引く2ルート2で。 でそれが右の三角形も左の三角形も同じ形で合同になってるから 2, 2を2個で分けることができる同じだから。ってことはここは2ここも2ということが分かります。こうやってね。で欲しかったここの2という長さが出たのであとは高さです。えー、ちょっと高さ、X、にしとこうか。 ここはあれだねごめん青にしない方がいいわ高さ x ここだね高さ x を出したいんだけど x 書いちゃったえー、まあ斜辺の2乗からいきましょう今斜めはここですだから2ルート5の2乗つまり20ですイコール x の2乗プラス、えー、ルート2の2乗なんで2とこうなります式としては 三平方の定理は斜辺の2乗だからねスタートは先読みできるんだったらぜやってもらって構わないんだけどでこれ整理すると x2 乗イコール18つまり x イコール、えーえー、ルート18なんで3ルート2かあ高さは3ルート2とこう分かりましたということで最後ですね面積面積ってかあいいな面積だっけ面積だね、えー、面積は、えー、これなのでかっこかえー、上底足す過程が足すと6ルート2 6×2× 高さ 3×2×2 分の1をすると √2×√2 って2ですよね。まあこの2分の1と約分するとちょうど消える。残ったのが 6×3 なので答えは18となってこれで終了となります。<laughs> いいかな まあ今これ10月に投稿しているので三平方の定理まだね習ってないよっていう方も多いかと思います。多いと思うんですが三平方の定理に関しては学校で勉強するのを待たないで先に、もちろん自分の動画でやってもらったら嬉しいですけど動画じゃなくても構わないです。問題集とか塾の先生頼ってもいいんですけど先にやった方がいい。なぜなら過去問でいっぱい出てくるから三平方の定理に関しては。しかも覚えちゃえば覚えること多くないんだよ。公式だけなんで。使い方だけだから。 だからぜひね、あの、それを身につけて、まあ、概要欄とか右上のビックリマークを押してもらって、それで確認してもらって、あ、こういう受験問題で使えるんだっていうのをぜひ実感してもらえたら嬉しいです。では、今回はね、高校受験対策の図形シリーズ第27弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。